おはようございます。井上です。喉が治りましてですね、1,2 ヶ月ぶりの健康な状態を手にしてます。もともと体が強いタイプだったんですけど、今年天王戦時マイナスの僕は大作界に入りまして、細木先生の言う通り体調を崩し気味になってます。で、年齢も39になったということで、まあ人生史上初老いを感じるというので、年始からちょっと調子悪いなみたいなのが続いて、で、この2ヶ月ぐらいはあれですね、細木先生の六星占術の本に書いてある通り、体を、壊し気味になってまして、痛風になり、治ったかと思ったら口内炎になり、ね、治ったかと思ったらまだ若干出てますけど咳が止まらないという状況でした。で、やっと咳がほぼ治って、あ、やっと普通に喋れるという状況で、で、まあ、ちょっと忙しいんですよね、年末っていうのもあって、普通に本の仕事があんまないみたいな前提でいろんな厳冬者以外の仕事が入ってるもんで、本の仕事がいっぱい入ってくると、まあ、普通に考えて破綻するっていう状況です。破綻してますね、忙しすぎてっていうか、はあ、もう年内に本2冊とか出るんですよ。無理じゃないですか。まあいいや。で、今日も明石学徒のなんかメディアのなんかカンファレンスみたいなので、昼と夜2回、トークしなきゃいけなくて、その合間に明日アリーナである、超大型イベントのシークレットゲストで出るんで、多分言っちゃいけないんですけど、そのリハーサルがあるみたいな、をやりながら本を作るという、やりながら顧問のミーティングをするみたいな、しんどいですね。という、まあ普通の人も比べたら忙しくないですっていうような話で、今日はなんでこんな動画をね緊急で回しているかと言いますと、リハックです。リハックちょっと反響ありすぎて、会う人会う人にリハック見ましたって言われる、DM がめちゃめちゃ来る、めちゃめちゃ長文の DM が来ます。私も同じですとか、僕も同じですとか、知らない人からめっちゃ DM 来るし、あとこうやったら元気になりますよとか、あと有名な人とかね、クリエイターからアスリートまで結構、連絡もらいます。俺も同じだよとか、まあすごい反響があってありがたいんですけど、昨日も打ち合わせ4件ぐらいのうち4人とも全員リハック見ましたって言ってくれて、反響あってありがたいんですけど、ってことはね、多分僕に直接言わないまでもいろいろ思ってる人がいるんじゃないかと思って解説したいと思います。まず一言言うと、まああれは嘘をついてないですよ、全く本音、うまくさすが後藤さんと高橋さんに引き出していただいたと思うんですが、言ってそんなに何つかな、そんなに別に鬱っぽくもミドルエイジクライシスでもないし、まあないって言ったら嘘なんだけど、でもまあそんな心配するようなことではないですよという話です。ちょっと解説していきます。ですね、まあリハックの僕の動画、ミナーコウスケに一体何がちょっとうつ気味みたいな、動画見てない人は見てもらえればと思うんですけど、出ましたと。まあどういう内容かというとざっくり言うと、まあ、最近僕が結構 YouTube とかいろんなとこで言ってるやつの、要は今までガンガン成長競争成功のために、頑張ってきましたけど、そもそもそんなのって意味あるんですかね、幸せと、幸せになるわけでもないですよねって考えた時に、自分ってこれから40以降の人生どうやって生きていくんだろうみたいな、こういわゆる中年危機と言われるような40までバリバリ働いてきた人たちのアイデンティティ喪失問題について、まあ、要はかすり傷も痛かったって本を
出してからの僕の、主題ですよね、をの総決算ですね。やっぱそれをちゃんとあらゆる角度で、引き出していただいたし、自分としても真正面から、話したと。それがすごいいろんな僕と同世代の人たちの共感をなんか呼んだ感じでいっぱい連絡をもらうと、いうことです。でもまあ言うてそんな心配しないでっていうか、なんつかな、別に嘘ついてるわけじゃないんだが、なんつかな、そんなじゃないよっていう部分も正直あって、これをなんかそうなんですよ辛くてみたいな、そっちのキャラで行き過ぎるのもずるいなと思ったんで、解説します。あれは別に嘘はついてないし本音中の本音なんだが、やっぱりね、僕もあのメディアの人間なんで、ちょっとリハックに寄せに行くって言ったらあんま作詞みたいで嫌なんですけど、リハックというボールをしっかり見て打ちに行ったのは事実です。事実ですねまあこれを見てるような、僕の YouTube チャンネルを登録しているような人だったら、分かると思うんですけど、僕基本 YouTube とか出るとき、まあ適当じゃないですか。その場に行って、ああ今日そんな話なんですけど OK ですみたいな感じでベーって喋るだけじゃないですか。ただリハックは僕好きだったんで、出てもらえませんかってメールいただいたときに、他のね今まで出てきたメディアと若干違ってちゃんとあの球打ちに行こうとしちゃったのは事実です。でどうしたかっていうと、要はねメディア分析みたいなの好きなんですけど、ピボットとかって主役はゲストじゃないですか。まあニュースピックスもまあ普通ゲストが主役じゃないですか。でもねリハックってあれゲスト主役じゃないんですよ。実はリハックの主役って何かっていうと視聴者なんです。もっと言うとコメント欄なんです。この構造があるなと僕は、思いまして、要はねリハックの中でも言ったんだけど、昔のニコ論壇とかっていう、あいろんな、哲学者とか論客が出てきたニコニコ動画に若干近くて、政治とかあの経済、いろんな思想アートクリエイティブな話を、いろんな人がする。で昔はニコニコってここに、昔はっていうかニコニコってここにコメント欄がバーって出て、こいつってこうだなとか、確かにわかるとか、実は面白いなこいつとか、ムカつくとか出るわけじゃないですか。リハックも同じで、あのねコメント欄でそのゲスト喋ってる人に対してどの角度でその人を見るかっていうのが、そのゲストをどう見るかというコンテンツなんですよ。だからコメント欄が主役なの。で高橋さんの役割っていうのはその、ゲストのいじり方、そのゲストの見方を提示するんです。この人こうやっていじると面白い人ですよとか、この人こうやると痛い人ですねとか。だからそれまあひろゆきさんとか成田さんとか、まあ、後藤さんとか含めみんなでねゲストをこう料理するんですよ。だからゲストはあくまで素材なんです。ピボットっていうのはゲストが主役で、ゲストが自分の知ってるノウハウだとか情報だとか知見をわーって喋って、佐々木さんとかアナウンサーの人は基本的に当たり前のことを聞いていくわけですよ。その人が持ってる10の喋、るべきことを10ちゃんと頭から終わりまでしっかり聞いて終わりなんです。でもリハックは違うんです。その人間をどう料理するか喋りながら決めて、はいもうこのキャラで行こうみたいな番組で、でそこがうまくハマるとコメント欄もそこに、うまくシンクロして、そのゲストの普段、見せない一面みたいなものが出てってファンになっていくみたいなものなんですね。
って思ったんですよ。で、だから嘘ついてるわけじゃないんだが、あのそっちの素材で言ったっていうのはありますね。正直あの GO の僕の友達の GO の三浦が、リハック出た時に、コメント欄で大バッシングだったんですよ。詐欺師とか偽物とか当たり前のことを大きい声で言ってるだけとかうさんくさいとかこういう人出さないでくださいみたいな。なんでかって言ったら GO の三浦は自分の思ってることとか考えてることとか自分自身のことを永遠にプレゼンするんですよ要は素材のくせに、単なるネタのくせにめちゃめちゃ自分からアピールしてって、で高橋さんまあこの人は ずるいとか悪い人なんで、それをもう踊らせるんですよ。こう裸の王様にするんですよ。でコメント欄を誘導してるって言ったら すごい悪いようだけど、誘導はしてないんですけど、まあ、ある意味で丸裸にしてるわけですよね。三浦の、自意識とか、自己顕示欲とか。だからね、あそこでああいう振る舞いをするとそうなるよと。で別に僕炎上しようが叩かれようが全然いいんですけど、別にそれが嫌だとかっていう意味じゃなくて、僕がてか僕という人間は三浦と同じで常に、ビジネスのこと、マーケティングのことを喋ってそうだし、まあまあウェイウェイしてそうだし、同じなんですよ。リハックの人からしたら、視聴者からしたら免れざる客なんですよ。だから多分なんで身の輪出すんだよ、分かってねえなって思ってたと思うんですよ。でもやっぱ僕はあのちゃんとあのリハックという球を打ちに行こうと決めてたんで、なんで決めてたかっていうと、リハックが好き、まあ、見てて視聴者として好きだからですよね。好きだから、あ、まあこういう方がよかろうみたいなね、感じを考えましたよ。だからまあネタ素材に徹すると。そして自分が喋りたいこととか、自分のいわゆる A 面 B 面人間あるとしたら、 A 面は出さないと。要はあ、こうやったらヒットしますよねとか、こうやったら仕事ができるようになって年収が上がりますとか、まあ、あんま最近そんな話もしないんだけど、まあ、そういう A 面の話はしないで、 B 面、まあ本がいくら売れてベストセラー編集者とか言われても、その分だけ幸せに近づくわけじゃないよねとか言って、今そんなに充実してるわけじゃないんですけどねみたいな、そもそも今後やりたいことみたいななくて迷子になってますみたいな、いわゆる僕の中で嘘じゃない B 面の部分、まあ普段は別にそんなのね言う必要もないんで、しかもそんな深刻に悩んでるわけでもないんで、言わないんですけど、まあ B 面をちゃんと出しに行きましたよね。だから、あくまでも料理される素材に徹し、かつ B 面を向けて寝っ転がるっていうのを、やりに行ったって言ったらすごい言い方悪いんですけど、やったって感じ。それはやっぱりリハク見てて好きなんで、せっかく呼んでもらったならちゃんとフレンチに行ったらジャケット羽織る、みたいなもんでね、服装を合わせたっていうだけですよ。なんで僕が24時間あんな感じで呆然自失みたいな感じじゃないんで、あの心配しないでください。普通にあの頑張ってっていうか、それなりに、ワクワクして、生きてるって。ただあそこにものすごく大きなってか、あそこに確実に、あるなと思いました。世の中の、世の中の同じような悩み、コメント欄見ても皆さん全く同じですっていう DM でもそういうのめちゃめちゃ来るんで、こんだけ反響あるようなことってそこまでないんで、まあ多くの人があのリハックの僕みたいなものを抱えてると。で僕は編集者なんで、ある意味これが仕事なんですよね。
これがっていうのは自分の感情を解像度高く見つめるっていうのが仕事なんです。編集者って要はみんな普通のビジネスパーソンが忙しくてね、向き合えないものに日々仕事として向き合うんで、あれ俺なんか最近熱狂してない、なんでだろうみたいな、そこを深掘っていく。で、自分の感情に対する解像度が上がると相手とか世の中に対する、解像度も上がるんで、まあそれは日々ね、編集者としてやってるんですよ。やってるんだと。で、リハックでああやってわーってちゃんと喋ったらすごい、共感するって言ってもらったんで、やっぱりねこの辺を攻めていきたいなっていう気がしますね。攻めていくって言うとあれなんですけど、今後ね AI とかなんやかんやになると、まあいわゆるビジネス的なこと、ロジカルで合理的なことっていうのはまあまあ AI にやらせとけばいいよってもうなってるし、今後ますますなるとした時に、人間はそれこそ中世の時代とかの、哲学者みたいな感じに、生きるとは何かみたいなことを考えるみたいな、感じになってくるんですよね。ってなった時にみんなどっちかって言ったらその迷子みたいな感じになるんで、まあ、今後ともこので、この前ね R25 でリハックを見た、サイバーエージェントのインターンの子が全く箕輪さんと同じですみたいな、感じで僕が相談に答えるみたいなのを撮って、まだ多分流れてないんですけど、Z 世代とか同じようなことを、言うんですよね。別にお金も欲しくないしみたいな、だからなんかそこまで犠牲にして頑張る意味があるのか分かんないんですみたいな。サイバーエージェントの新卒でそんなこと言うってことは、もう世の中の多くの子はそう思ってるんじゃないかなと。で、まあだから40代のみならず現代社会の大きな、イシューなんですよね。アイデンティティクライシスみたいなのって、幸せとは何か、生きるとは何かみたいな、だから要はそんぐらい余裕があると、良くも悪くも余裕があるから考えちゃうみたいなのが、まあ、現代社会で、今後しかもそれがどん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 、多くなってビッグイシューになるでしょうと、思ってます。なんでまあね、そんな、この辺をカリ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 と掘っていこうかなと思ってます。そんな感じです。だからリハックは、僕の B 面を出したんですけど、ずっと僕が24時間あんな感じじゃないんで、心配しないでください。誰にでもある自分の、B 面の部分をリハックという場所を信頼して出したと。で、コメント欄が主役だからちゃんと、料理されに行ったという部分も含めて、のあの感じですよというのは話したいなと思って、緊急で動画回しました。そんな感じで、幸せになってください。さよなら。